困難救助隊の初代隊長の黒田武宏です。ちょっと寝癖がですね、治りません。なんかカブみたいになっちゃってますね、サリちゃんのね。あれサリちゃんのお父さんですかね。こんななっちゃってますね、なんかゲゲゲの鬼太郎のあれになっちゃいますね。感知したになっちゃいますね。あ、どうも。これでですね、ほとんどの人はですね、もう、チャンネルを変えちゃってる時間帯になってしまいました。まだ何も言ってません。困難救助隊の初代隊長の黒田武宏です。困難救助隊ですけど、結婚したいのに結婚できずに、孤独死してしまうっていう、このそういった、まあ、私も予備軍としてですね、これだけは言っとかなきゃなんないんですが、これどうしてくれんだってことですよね。はい。ただYouTube の宿命でね、多くの人はもう1分も経っちゃうと、見てないということになっちゃって、最初が大事なのに、またうだうだやってしまってます。今日は2023年の令和5年の3月22日になりましたね。でも今日はちょっと録画早い方で、まだ10時半になってない頃なんですね。今日はすごくね、いい天気で、もう本当に、もう春ですね。はい。まあ当たり前かもしれませんけどね。こうやってね、くつろいでしまうと、どんどんこう皆さんね、チャンネルを違うところに行っちゃうわけですね。今日はですね、やっぱ WBC の今決勝戦途中なんですよ。今日本ハムのね、伊藤大海が投げてるところですけど、まあ、3対1で勝ってるんですけどね、逆転してますね。まあ、今日は大変でしょ、多分仕事の人たちね、外回りの人たちもこう、車のラジオ聞きながらね、まあ、内勤の人もね、まあ、こう一緒にね、こう会社の中をね、こうなんだかこうテレビがあったりするとですね、まあ、こうね、気もそぞろなのか何か分かりませんけど、まあ、お祭り状態でしょうね。昨日私お仕事させていただいてたんですけども、祝日でね、春分の日で人が少なかったのにもかかわらず、メキシコとね、準決勝で至る所で職場の中が盛り上がってましたんでね、今日はもっとすごいんじゃないでしょうか。ところがどすこい、私が休みでしてね、まあそしたらこの光テレビの方がですね、なんかこのチューナーがですね、なんかこう調子悪くてですね、止まったり録画しちゃってるんですが、止まったり止まんなかったりでね、もうわけわかりません。なんですかね、アンテナのチューナーはなんだかわかんないんですけど、テレビからビデオに変えたんですよ。そしたらそれもよくわかんないんですけど、そっちの方が安定してるんですけど、そっちの方はちょっといつもの、録画してるのがあって、それとこう何ですか、重複しちゃって録画できないという。だから光テレビチューナーの方で録画ってことになるんですけど、そっちが調子悪いという、なんだかなというね。まあそういうこと言ってる場合じゃないですか、これね。本当に結婚したのに結婚できずに孤独死まで追い込まれてしまうっていう、この人生ですよ、全く。そっちの方が致命傷なんですけど、絶滅ですからね、これね、はっきり言ってね。でもなかなかダメでしょ、これね、本当に。もうだから昔の昭和みたいに半ば強制的に結婚相手見つけてお見合い結婚して結婚しなきゃダメでしょ、これ。終わっちゃいます、これ。日本どんどんだって急降下じゃないですか、激減してんじゃないですか、人口が。こういうお見合い結婚させなくなっちゃったからですよ。その犠牲者の一人でもありますよ、私もね。どうしてこんなになっちゃったんですかね、本当にね。なんか総理大臣はね、インドに9兆円になって、この国そんなに金あり余ってんですか、本当に。
わけわかんないですね。何が本当か嘘かもわかんないですよね。それでね、なんかこの人口は減っちゃってね、とんでもないことになってるっていうのにね、なんか知らないですけど、野球は調子いいんですね。逆転されなきゃいいですけどね、これね。なんかもう日本全体昨日今日あたり金もそぞろなんじゃないですかこれね。ああ休んじゃった人もいるでしょうきっと ね昨日の今日でね。ああでも、まあ、これもね一つのねなんかこう区切りとしてね、ああそれでこう、まあ、明日からガーッとやるみたいなね、ガーッとやる必要もないんですけど、それよりねなんだかのこのライフサイクルってね適齢期っていうのあるのにそれをこう通り過ぎちゃって、結婚したくても結婚できず結婚難の孤独死、これがひどいですよ。これどうするんですかこれ。だから高齢異性愛者が結婚なんでね孤独死まで追い込まれるのに LGBT とか言ったってそんなに周りの人に、見ませんのでね、そっちばかりテレビはやってるから、マスコミは新聞とかもうダメですね。マスメディアはねダメです。ハフポストダメです。あいいか、そんなのはいいね。どうでもなんかどうやって食ってんですかね。あいいか、まあいいか、まあそうね、わからないですよね。人の心配なんかできません。まあ潰れるだけですから。そうだね、そんなことやってるから応援もしてくんなくなっちゃうんですけどね。持ちつ持たれつのね、持ちつ持たれつじゃなくてね、なんかブーメランじゃなくてね、なんだかわかりませんけど、まあまあ、ここまで来ちゃうとね、よっぽど心配してくれる人しか聞いてませんから、もう一元さんなんかはもうね、とっくになんだか私のこと忘れてる時間帯ですから、もう6分も経てば。で、そう、ミラクルガールの4話まで見ましたけど、なんかね、伊佐山ひろ子さんがね、なぜかオープニングのね、だけ出て、なぜか3話目から出なくなっちゃったっていうねいう話ですけど、なんとなんかこうなんか共演者との いざこざじゃないと思いますよ。私は全然インターネットにも何も残ってませんけど、これ本人とか周りの人が言わなきゃわからないんですが、そこまでね私が調べる必要もないし、そんなこと聞いてどうすんだってなっちゃいますから、まあ、伊佐山さんはまだ生きてますけど、多分ねあれ虎と共演されてね命がけになっちゃったり、あとウィキペディアにはそこまではのあと載ってることがありますけど、みんな全員免許取れって言って、免許持ってたのが五木麗子と何ですか響き、刑事だけだったっつうね、藤田美穂子さんだけだったから、他のミラクルガールはみんな免許取れっつったってね、そんな大変ですよねこれね。そこら辺で頭きちゃったんじゃないですか、伊佐山さんね、ひろこさんね。そうだと思いますよ。だって虎に食われちゃうじゃないですかこれじゃね。タコ八郎も出てましたけどね、鶴見恵里さんとね、1980年ですからね、私すでに13歳になってますけどね。でそんなこんなでね、それが2話でね、伊佐山さんそれっきり出なくなっちゃったんですけど、まあ、それは追及しなくてもしょうがないでしょこれね。今度水原由紀さんという人が出るそうなんで、5話からね、今度日曜日に配信されますけど東映チャンネルで、4話はあの人が出てましたね、なんか小野寺さんじゃなくて尾身川さんじゃなくてね、なんかそんな名前のね G メン75に出てたね、なんかね人は出てましたけど殺されちゃう役ですけどね、でゲスト主役がね奈良藤子さんの方がどっかで聞いた名前だなって思うんですけど、そうじゃない違う名前で出てる人ですね、奈良藤子っていうのはなんか聞いたような聞かないような感じだったんですけど、でその女性が男性が3人くらい出てきて、こうやっぱりね、やっぱり乱交者ですね。一人の男性じゃなく、こう誰とでもこうスリープじゃなくてね、スリープですか。あ違う、なんかおねんねしちゃうっていうね、どうしようもない女で、でそのみんな悪みたいな男たちなんですけど、でみんなその男3人が。
結局は相打ちで死んじまうというね、相打ちっていうのかな、これね、殺し合ってしまうんですね、結果的にね。で、君三郎さんだっけかな、小野、その人は最初に殺されちゃうんですけど、残りの2人がね、こう、なんか打ち合っちゃうんですね。で、どっちも、みんな死んじゃうんですけどね、確かね。で、女だけ残るのかな、だけどね、どうしようもないですよね。1980年代ですから。そこからね、多くの人間がね、みんな性病になって死んでったんですよ、日本はね。もう どうしようもないし、これ。だもん、結婚したいのに結婚できずに、ね、孤独死しちゃいますよ、だって。スケベな男と女が性病になっちゃってるんですもん、だって。だから1980年代ですから、1980年代初頭のドラマですから、悲劇をもう、予測してましたね。それから40年ですか。ね、40年過ぎちゃいましたけどね、多くの人が性病で死んできました。それはそうです、乱交ですから。フリーセックスってのは乱交ですから、梅毒ですから、子宮頸がんですから、 ヒトパピローマウイルスですから、あと HIV ですから、チャンピオンですから、エイズですから。 We are the champion my friends ですから。でもいい歌歌いますよね、クイーンのね、なんかフレディ・マーキュリーですか、We are the champion, my friend. We are the champion, the friend. 大好きですね、フレディ・マーキュリーね。本当に。To be the champion. ガリレオ、ガリレオ、ピカロ、ポリティカですか、We are the champion じゃないんだよ、トゥンチュンチュッチュルン、トゥンチュンチュンチュッチュッチュルチュンチュルル、チュルルルルチュルル、ボヘミアン・ラプソディね。We are the champions。 あ、違うんですね。まあ、とにかくね、とにかく、多くの人間がね、ミラクルガール4話以降の40年ちょっとでね、梅毒とかね、いろんな性病でね、乱交フリーセックスで死んでったわけです。それで結婚したいのに結婚できずに、孤独死まで追い込まれてしまうっていう犠牲者が出てったっていう日本の歴史なわけですよ。これがね、今ね、テレビ朝日のアナウンサーが絶叫してますけど、何かが起きたんでしょうね、何かが起きてるんだと思います。今日はもうどうしようもないですよ、日本ね、WBC でね。おまけにね、WBC が終わった頃に、近所の人らしいんですけど、近所つってもまあ歩ったらね、半日かかっちゃいますけど、半日はかかんねえのか、なんかね、ピッチャーで出るらしいんですよ、同じ自治体の人が。だからね、録画しちゃいました、そっちも。だから録画日和です。見ないとね、やっぱりね、芸能人じゃね、ね、こんなど田舎でもね、ど田舎だけど、ど田舎だからって、ど田舎だっていいじゃないかって感じですよ。ど田舎に住ましてもらってるんですから、俺。そうですよ、これ。で、長崎ひろみが一番近いですもん。多分。有名どころだ。だって、日本アカデミー助演女優賞でしょ？主演だったか？助演女優賞でしょ？ですもん。だって、舞い上がれだって、ね、絵にうますぎますよ、これ。天才ですよ、あの人は。女優として。そんな長崎ひろみに続いて、で、最近はね、なんか、プロ野球選手もね、ちょこちょこ出ちゃってんですよ、ここら辺。で、ゴルフやりに来るんですから、ここら辺に。そんで、オリンピックでね、メダル取ったり、なんかとんでもない大会でね、アマチュアで優勝しちゃったりしてるんですけど、なんでしょうかね、一体ね。YouTuber としてね、We are the champion, my friend. ちゃん、ちゃん。田村正和ではありません。とにかく、そういうね、ミラクルガールね、ミラクルガール、由美かおりさんがね、
意外とね、プレイガールとかね違ってね、そんなにスケベではないんですよ意外と。日向亜希子さんがちょっとね、ちょっと奔放なくらいですね。まあ私が13歳の頃にね、放映してたんですもんね。そんな感じで、あとなんかね、宗教の人がね2人してこうね歩ってきたりして、で私もちょっと機嫌が悪かったですから、ちょっと光テレビがおかしくて、だから「椅子いりません」とか言って、まあなんかこう「どうもね」とか言って帰っちゃいましたけど、そしたら引き下がって行っちゃったら大変ですこれ。でも散歩するにはいいですよこれ、非常に。これだ WBC でも見ればって言ってあげればよかったですね、面白いから野球はって教えてあげればよかったですけど、もう行っちゃいましたから。そういう宗教の勧誘の人がね、なんか来ましたけど、とことこね。あとはね、でも本当は縁側日和で、今日本当にね、画面はねちょっと曇ってかも、曇りじゃなくて光入ってないかもしれないですけど、今ねこうすごくねこうあったかいですね、こうね、本当縁側日和、3月22日。あとはなんだ、でもねみんなだってテレビはね、だって部屋だから日光浴できないじゃないですかこれ、だからちょうどねこの録画をね、困難救助隊録画を YouTube をやっちゃおうと思ってね、一石二鳥をねこううまくね取り入れないと一日終わっちゃいます。日頃はね本当にもっとひどい時にはね新聞半日かけて読んじゃったりするんですけど、今日はザザザッと見ちゃいましたんで、舞い上がれもね、なんかこう今度は空飛ぶ自動車になっちゃいましたけどね、でもドローンにしてもね空飛ぶ自動車にしてもね、余計これ頭上が危なくなりますよね、いっぱいいろんなね。渋滞だったらただ渋滞すればね時間が経つだけですけど、でこう仕事終わらなくてね過労死になっちゃうんですけどね、だけどこう上から落っこってくるっつうとね危ないですよね、ミサイルとかねドローンとか空飛ぶ車とかね、必ずね誰かこう1号って言いますよね、おそらくね、こう上から起こってきてね空飛ぶ車がね、で犠牲者になっちゃった1号ね、で落ちた人も犠牲者でしょうからね、だからそしたらなんかこう落ちてもなんかこうふにゃふにゃしててクッションになっちゃうようなものを作ったところが優勝ですねこれね、 WBC 優勝です。なんかねセリーグの人がなんだかねみんなに文句言われたからでしょうかね、頑張っちゃってますね、村上様がね同点ホームラン打って、その後岡本がね突き放してね、ヌートバーがだけどね、ヌートバーはセリーグと全然関係ありませんけど、ね2点目をこうね、犠牲内野安打みたいなね、なんか内野安打じゃなかったんでアウトにはなったんですね、犠牲内野ゴロみたいなね、で3対1まで見たんですけど、でね巨人だって戸郷がね初めて見ましたけど、初めてでもないのかな、右ピッチャーかね、あれ玉ですねこれね、すごいですねこれ、あれですか、ガカ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 ってね、でね伊藤大海が投げてるところまで見てしまったんですけど、今どうなってるか分かりません、今6回か7回でしょ、だから録画してます。でそんで それが終わったら今度ね地元の人がねピッチャーとして出る、急成長したみたいですからね、でプロもね注目しているらしいですから、急成長しちゃったみたいですよ、なんか高校入ってから急成長しちゃったみたいなね、でそれがねどうなるか分かりませんけど、ちょっとだけ見たら、ちょっとだけ見るか全部見ちゃうか分かりませんけど、録画もしてますけど、その後で今度我が日本ハムですよ、我がって言ったら日本ハムのファンの人に怒られますけど、清宮幸太郎がね、で昨日はまだ見てないんですよ、オープン戦ダゾーンで見ないとね、その見逃し配信ね、で清宮幸太郎だけ打ってくれればいいですよ、私にとってはこうもうそれだけでいいですから、清宮幸太郎だけ活躍すればいいですから、そんなの不可能ですから、これ投げる人がいなきゃ打てませんから、これで守備の人いなくていいですから、清宮幸太郎が打てば、守備の人がいなければ全部ホームランですよ、ランニングホームランですから全部、
だ清宮幸太郎には申し訳ないですけど、清宮幸太郎だけ私は応援してますから。かえって清宮幸太郎が迷惑ですよね。俺が清宮幸太郎だけ応援してるとか言ったらね、この炎上 YouTuber でね、やればやるほど嫌われてる私がね、うん、まあ開き直っちゃいました。だって結婚したいのに結婚できずに孤独死じゃね、開き直るしかないじゃないですか。だってみんな女のせいですもん。一人だけでも結婚してくれれば、まあ、正確にはあの超スピード離婚で裁判の方が、うん、長いっていう人間になっちゃったんですけどね。とんでもないですよこれね。すごい運命ですけどね。何ですかね、今なんか違う話してますけどね、あのテレビ耳を澄ますとね、終わっちゃったんですかね、野球ね。終わるわけないですよこれね。7回のあれですか、中断ですか、あのなんかね、あのキツネダンスとか踊っちゃう頃ですか、キュ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 とかね。だけどね、ダルビッシュにしたってね、大谷翔平にしたってね、みんな日本ハムですからね。日本ハムの人に怒られますけど、あんま日本ハムに広げちゃうとね。だから清宮幸太郎だけ頑張ればいいっすよ、もう。うん。で、もともとね、私、早稲田実業は何の関係もないのに、斎藤佑樹のファンでしたから。だから、栗山監督時代も、ね、中田翔とかね、大谷翔平とか関係ないですから、斎藤佑樹の時だけ見てましたから。うん。めったに見らんなかったですけど。斎藤佑樹さん今何やってるんですかね。 WBC とか行けないんですかね、うん、で清宮幸太郎ですよ。清宮幸太郎が、村上様とね比較することはないんです。清宮幸太郎は清宮幸太郎らしく行けばいいんです、うん、だからね、こんな本当は結婚したいのに結婚できずに、孤独死してどうしてくれんだよと。それは結婚しない人がいるからでしょ。だってで結婚してくれない人がいるからでしょ。女のせいでしょうよ。そしたらグレるでしょうよ。そしたら、いい人になれるわけないでしょう。だから新教宗教か宗教の人がね、こうとことこやってきてね、こうやってなんかね、こうパンフレット持ってきてね、ごめんくださいとか言ったって、入れないですよ、忙しいんだからこの野郎って、で追い返しちゃいますよ。しょうがないですよこれ、グレるに決まってんでしょ。だからこれ、うん、一人の女の人が結婚してくれてたら、きっと新教宗教のね人がとことこね二人して歩いてきてね、女の人がね、そしたらね、結婚すれば幸せになれるから、そんなことやんなくていいんだよって。少しはねいい人になってたけど、これだけね結婚できない世の中で孤独死まで追い込まれるんじゃ、もうこれねグレるしかないでしょ。これ当たり前ですよ。そんな甘くないでしょこれ。なんで絶滅させられるのにいい人でいるしかないんですか。これ冗談じゃないですよこれ。女のせいですよ。女が悪いんですよこれ。戦後の女がスケベでバカになっちゃったからですよ。でアメリカに負けた翌日に米兵にくっついちゃってギブミーとかねプリーズとか言っちゃってるような女が悪いんですよ。だから日本女のせいですよ。日本が悪くなっちゃったのこれ。どうしてくれんだよこれ。俺だってそんないい人のでいらんねえよこれじゃん。と絶滅なんだからな、この野郎。何やってんだこれバカ。